こんばんはプロ騎士。35秒の遅刻よ。 17.5 回の片手腕立て伏せは一旦保留するとして、今回は状況が変わったことを知らせに来た。状況が変わったとは？モグラさんから新たな条件が提示されたの。私は彼と反乱軍の支援なしに一人で任務を遂行することになる。伝説のプロ騎士を引き合いに出したのがアダになった。パエトーンがいるのならわざわざ彼の勢力を動員するリスクを冒す必要はないということみたいね。ちょっと待って、それでうまくいけばまだいいけど、万が一失敗しちゃったら？おっしゃる通りです。ひとたび捕まってしまえば裏切り者のそしりを受けるのは11号の方です。マスター、依頼人には予測可能なリスクを見積もっておくことを推奨すべきです。確かに、もう一度よく考えた方がいい。私はその条件を飲むことにした。なんだって？これは熟慮を重ねた結果よ。反乱軍内部は未だに私を警戒している。ここで退いてあえて疑われる材料を増やす必要はないわ。それに人間の犯す罪の中で裏切りだけは決して許されてはならないの。裏切り者を見つけ出し正義を守るためなら私は進んでリスクを冒す。ここからは手を汚すことになるよ。ええ、覚悟はできている。何にする？このチョップ大将が直々に振る舞ってやろう。口に合わないか。どう味を調整すべきか。ごきげんよう。疲れを癒すティンズスペシャルはいかが？必要なのはコーヒーではなく穏やかな心です。
準備完了。行動開始。いつでも出撃可能よ。銃が2丁なら弾も2倍当たるんだぜ。スターライトナイト出撃。いいぞ、準備できてるぜ。いつでも出撃可能よ。内部においてこの武器の試験情報は極秘扱いとなっています。モグラさんの階級では本来知り得ない情報です。新エリート最強の人工知能のマスターでもない彼がそれを知っているのはなぜでしょうか。自立補助ユニット瞬速ローバー、全く面倒。本体ユニットはドローンを飛ばすわ。優先的に攻撃を。これはメインゲートの非常ボタンよ。ここを押せば。壊れているわ。プラン B で行きましょう。私についてきて。任務に専念しましょう。エーテリアスは避けるべき。警告、高エネルギーのエーテリアス信号。奇襲を仕掛けるにあたり助走をつけるのは必須なのでしょうか。そのようにされますと敵に発見されてしまい、あれ
危険に立ち向かうの、あなたも戦士なのね。敵は無限に湧いてくる。時間の無駄よ。ここよ、急いで。止まって、目的地に到達した。スパイが要求した武装の資料はここにある。何も見えないのは僕だけかな。ええ、それでいいわ。反乱軍が欲している武装の資料というのは、防衛軍が極秘にしている実験兵器にまつわるデータよ。兵器の本体は事故による破損が原因でこのホローに取り残されている。たとえ破損した機体でも最高機密であることに変わりはない。あなたのような部外者に見られた場合、機密漏洩対策として24時間365日こちらの監視下に置かないといけない。僕が君の協力者だとしてもかい？あなたは私の協力者だから極力見せたくないの。機密と距離を置くことはあなた自身を守ることにつながるわ。あとは私が遂行する。しばらくここで待っていて。それと来た道とは別で、ここからホローを脱出するルートを検索しておいてくれると助かるわ。ここまで慎重になるなんて、あのモグラさん、よっぽどすごいものをご指名したみたいだね。でも、なんで11号は他の脱出ルートが欲しいんだろう。来た道を戻った方が早いのに。予備の脱出ルートを検索中。該当フォローエリア内に侵食を受けた知能機械が大量に存在するため、無効なデータの比率が
標準値を上回っています。よって精密測定に通常より多くの時間を所要します。あ、戻ってきた。バックグラウンドで処理して、フェアリー。伏せて、耳を塞ぐのよ。わかった。3、2、1。反応が早いわね。指示に従うことができる兵士は戦場でも生きながらえるわ。実験兵器は侵食されていたけど、まだ制御を失うほどではなかったわ。だから私が機密データを取得したのを検知して、自ら鹵獲対策機能をアクティベート、自爆した。彼は忠実に責務を全うしたというわけ。防衛軍の武装として恥じるところのない優秀な兵士だったわ。今ので敵に気づかれたかもしれない。気がかりなのは敵だけじゃないわ。私が所属する部隊は実験兵器の後始末を任されている。もし隊員の誰かが爆発の音を聞きつけて引き返す私たちと遭遇してしまったら、私の忠誠を疑われる事態にも発展しかねない。理解できないかもしれないけど、軍人にとっては忠誠が全てなの。これがあなたに他の脱出ルートをお願いした理由よ。このような場面を知り合いに目撃されるのは極力避けておきたいわ。それで他のルートは見つかった？否定。精密測定の進捗 61.35%。 言い換えれば全体のおよそ6割程度であればガイドが可能です。見当はついている。よかった。では出発しましょう。来た時の道はもう安全とは言えないわ。他のエリアにある出口を探して、プロキシ。私の記憶が正しければここへ行ってみましょう。警告、高エネルギーのエーテリアス信号。奇襲を仕掛けるにあたり助走をつけるのは必須なのでしょうか？そのようにされますと敵に発見されてしまい。
準備完了。時間の無駄よ。よほど死を恐れていないのね。注意、該当位置から作動中の軍用通信ビーコンを検知。防衛軍が残したものと思われます。防衛軍通信ネットワークのデータを用いて精密測定の効率を向上し、フォロー脱出ルートをより早く見つけることが可能。提案、あらゆる手段を使って該当位置に到達することを推奨。これは防衛軍の通信ビーコン。11号、一つお願いがあるんだ。何をするつもり？つまり、フォローからの脱出ルートを検索する際の補助として防衛軍の通信ビーコンを利用すると。構わない、本当に有効なら使うといいわ。
本当にいいのかい？通信ネットワークのデータは機密性の高いものよ。防衛軍はそれらを頻繁に削除、更新している。この通信ビーコンの中身もずっと以前に無効になったデータのはずだわ。本物のパエトーンなら解析して何らかの機密への足がかりにしてしまうかもしれないけど、あくまで本物の話だからその心配はない。気を落とさないで、それらを利用してルートを検索できるだけでも私の予想を上回っているわ。なんだか複雑な気持ち。私たちを慰めてくれてたのかも。甘く見られた気もするけど。フェアリーへの挑発と認識、受けて立ちます。防衛軍総司令のスマートフォンのパスワードをも解読してみせましょう。こら、張り合わないの。余計なことしないで早く脱出ルートを測定しなさい。通信ネットワークのデータを照合中。余剰データを排除。有用な情報を抽出。フォローの新しい出口を特定しました。余剰データを排除。フォローの新しい出口を特定しました。奴らに気を取られないで。警告、前方に激しいエーテル反応を確認。休眠中のエーテリアスである可能性大。奇襲を仕掛けるにあたり助走をつけるのは必須なのでしょうか。ですが眠っている敵に対して試す価値はあります。この実力に。警告、高エネルギーのエーテリアス信号。お見事です。エーテリアスと10分以上目を合わせることに成功しました。次回のだるまさんが転んだでは必ずや助手2号に勝利できるでしょう。ノーアルタカは爪を隠すね。悪くないわ。警告、前方に激しいエーテル反応を確認。休眠中のエーテリアスである可能性大。あなた様が誤って
コーラの缶を蹴ってしまったことでエーテリアスが一斉に目を覚ましました。まもなくエーテリアスに包囲されます。速やかに離脱してください。前方に激しいエーテル反応を確認。マスター、背後から奇襲を仕掛けるにあたり助走をつけるのは必須なのでしょうか。ですが眠っている敵に対して試す価値はあります。前方に自立補助ユニット、重装ストライカー、エーテルシールド、生半可な攻撃なら弾いてしまう。背面から叩いて。クロスファイア、火力支援、ウェポンズフリー、セイ。どうやら私の正体は隠し通せたみたい。あなたのおかげね、ブラッドレッドメロディーズ。また変なあだ名が増えちゃったよ。そろそろ名刺に入りきらないかな。手を汚してしまったわけだけど、気分は？人は手の汚れる仕事をするとき、手袋をつけるでしょ。いわば、私は防衛軍にとっての手袋に過ぎない。それが汚れたところで、大したことではないわ。あまりほじくり返すつもりではないけれど、君の気持ちはどうなる？裏切りは吐き気を催すほどの邪悪だけど、この状況においては
その苦難を忍ぶこと自体が何より忠誠の証になる。どんなに汚れをかぶったとしても、私は本物の裏切りには染まらない。これがあなたの聞きたかったことかはわからないけど、you